幼馴染でバンドか。いいね、青春って感じで。バンドをやろうって提案してくれた子も青春っぽいよねって言ってました。そっか、私は夜間だし部活にも入ってないからそういうのとはちょっと縁がないんだよね。練習後にファミレスとか行ってワイワイご飯食べておしゃべりして休みの日の約束とかしちゃったり。いいよね。なんかでもエナさんたちもサークルの曲が出来上がるごとにファミレスで打ち上げするんですよね。朝比奈先輩からそう聞きました。ああ、確かにあれはあれで楽しいんだけど青春ではないかな。一人真顔で何考えてるのかわかんない上に話振ってもろくに喋らないやついるしね。あ、次の曲の話をしたりするってかなでさんも言ってたし、私がイメージする打ち上げとは全然違ってきっともっと真面目な感じなんですね。すみません、なんか知った感じで話してしまって。え、あ、ううん、全然気にしなくていいって。もっとちゃんと説明したいけど私もなんて言ったらいいかわかんないしな、あの空気って。